た。どうも、岩内大好き、舞子です。もうこれ、フェアリーさんだったら、わかりますよね。もうこれさ、なんでこの封筒開けてないのにわかるのって言ったら、もう数日前に SNS の方でね、今から送りまーすみたいな、上がってたんだよね。この封筒だったの。まずね、こちらの封筒が何かというと、岩内のファースト写真集、ラブネについてきた応募券を出すと、発売限定イベントに限定200名様が招待されるっていう応募券がついてたんです。ここね。この通常版とスペシャルエディション購入してますから、二口応募したんですよ。まあ、でもさ、岩内のさ、ファンの人数考えたら200名ってめちゃくちゃ少ないじゃん。いや、なかなか厳しい狭きもんだなって思ってたのに、私の元にやってまいりました。嬉しい。でも大体ね、期待しちゃう時って外れるんですよ、私。だからものすごい強めに、いや、当たるわけがないって思い込んで日々を過ごしてたのと、コロナにかかってからちょっと後遺症的な咳がすごい出ちゃうの。なんかコロナの後遺症って65歳以上に多いらしいんだけど、私体内年齢が65歳以上なのかな。私一応治ってはいる。だけど、この発売記念イベントまでには咳もなくしたいって思ってるんだけど、だって岩内に移ったら嫌じゃん。あ、もちろんフェアリーさんもね。うん。こんなにさ、招待状の体で喋っててさ、これ開けたら全然違ったらちょっと恥ずかしいよね。じゃあ似たようなので出してこないでね。じゃあまあ早速開けていきたいと思います。中身見せられる内容かどうかもちょっとわかんないから、開けて確認していけそうだったらお見せします。まあでも講談社って書いてあるから多分そうと思うよね。フェアリーテイルズではなく講談社って書いてある。写真だけの当選とかじゃないよね。え、めっちゃ美女いいじゃん。待って、私今までの写真で一番好きかも、この美女。さ、え、待って、招待状じゃない、招待状ってなんかカードみたいので来るのかと思ってたけど、え、何なんだろう。あ、座席番号見えた。決まってんだ席。みたいな笑い方しちゃった。やっぱそうだ。岩橋元気ファースト写真集ラブネ発売記念イベントにご参加、当選のお知らせ。あ、でもこれお見せできないわ、詳細が書かれてるから。へえ、身分証提示しなきゃいけないけど、私こういうの忘れそう。ちょっと中学生の時、忘れ物の女王の称号もらってっから、必ずね、こういうドジを働くタイプだから、皆さんもお気をつけください。当選された方、当選された方ほどおめでとうございます。ウォー。そしてね、もしかして落選しちゃった方もいると思うんですけど、本当に代わりにしっかりと肉眼に焼き付けて、まあ、その内容もね、レポしていいものなのかちょっと言ってみないとわからないから、こう期限付きでさ、話せない内容とかもあるかもしれないし、ないかわかんないけど、あの、行ってみた感想みたいのはお伝えできたらなと思っております。いや、こんなことあるんですね。待って、でも2枚目あるわ。これなんだろう。あ、イベントに参加においての注意事項ありますね。やっぱり身分証必ず持ってきてって書いてある。あ、いかなる場合でも参加できないって。そりゃそうだよね、どこの誰ぞか分かんなければ怖いですもんね。で、会場の撮影、録音一切禁止。だから肉眼とこの小さな耳でしっかりと覚えてこなきゃならない。まあライブとかも通常時そうなんだけどね。安全面警備強化の一環としてボディチェック。やだー、ボディラインさらけだし。痩せよ。主催者の指示に従えない場合はイベント中でもご退場いただくことがございます。絶対言うこと聞く。都合により内容等の変更、イベント中止。そっか、そうなる場合もあるから、必ずレポするよとはちょっと言い切れないね。まあ無事にね、このイベントが開催されることがまず第一ですね。いやー、嬉しい。あ、この
赤順が岩地との距離ってことか。ええー、こういうの初めてなんだけど私。ドキドキしますね。これもしかして写真だけじゃない説ある？でもさ、今ちょうど岩地が、ジュエリーブランドのさ、200のポップアップ。岩地来てたじゃん。めちゃくちゃ行きたかったんだけど、やっぱ体調が優れなすぎて。なんだったら私これ、気がついたのちょっと出遅れてると思う。極力家から出ないようにしてんのね、今。ちょっと買い物しようと思ってさ、スーパー行こうと思って、ポスト開けたらさ、届いてたわけですよ。ごめんなさい。あ、ポストカードだった。まあ、じっとしてる日々を過ごす中でのね、幸せを運んできてくれた。気持ちいい。会いに行くよ。ちゃんと岩地のピンクカラー。かわいい。というわけで本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。